カラスが増えたから殺します。さらに猿が増えたから減らします。でもパンダは減ったから増やします。けど人類が増えても増やします。僕らはいつでも神様に願って拝んで、でもいつしかそうそう僕ら人類が神様に気づいたらなってたの何様なのさ。とは見たことないんだ、あちらこちらの絵画で見るんだ。さらに話で聞いてる神様はどれもこれも人の形なんだ。偶然の位置か運命のガチ、はたまた自分勝手スケッチ。あっちこっちそっちってどっち、一体どうなってるんだヴィンチ。来世があったって仮になくたって、だからなんだって言うんだ。生まれ変わったって変わらなくたって、なことどうなっていいんだ。人はいつだって全て好き勝手、なんとかって言ったね。さあの上に立ったってなおもてっぺんがあるんだって言い張ったよ。仮になくたってだからなんだって言うんだ。生まれ変わったって変わらなくたって、なことどうなっていいんだ。天国だって地獄だったって、だからなんだって言うんだ。上じゃなくたって下じゃなくたって、横になって道はあんだ。